ブラディミル・バイスは、スロバキア出身のサッカー選手、サッカー指導者。息子のブラディミル・バイスもサッカー選手。チェコスロバキア代表として19キャップ。スロバキア代表として12キャップを記録。チェコスロバキア代表として1990フィファワールドカップに出場した。FC アルトメディアブラチスラバの監督として2004から05シーズンのツルゴンリーガーに優勝し、 2005から06シーズンの UEFA チャンピオンズリーグではグループステージへと導いた。2006年2月から2007年6月まではロシアの FC サクルン・ラメンスコーへの監督を務めた。この時彼は前クラブから数人のスロバキア人選手を連れて行った。2007年6月にアルトメディアに復帰。2008年からスロバキア代表監督に就任し、2010年の ワールドカップ南アフリカ大会の予選をグループ3の首位で終え、分離独立後初の本大会出場へと導き、本大会ではチームをベスト16に進出させた。しかし UEFA ユーロ2012予選ではグループ B で4位となり予選敗退となったことで、2012年1月に代表監督を退任することを表明した。2012年に カザフスタンのアルマトイをホームとする FC カイラトの監督に就任し、2015年11月まで務めた。2016年5月からは、ジョージア代表の監督に就任し、2020年11月まで務めたが、UEFA ユーロ2020本大会に導くことができなかった。2021年からは、息子が所属するスロバン・ブラチスラバの監督に復帰した。 ありがとうございます。